皆さんこんばんは、シャンクです。本日はここ、ウエストフィールドに。え、また T34 かって？いや、その、ちょっとクレ稼ぎをやっておりまして、そ。それでは行ってみましょう。現在とアルティア駐車場購入のため、クレジット稼ぎをやっております。なので、ほぼほぼこの車両と50Tしか乗っておりません。さてさて、時事ネタではありますが、英国面での選挙で離脱派の勝利となりましたね。ポンド円の相場もどえらいことになってましたね。イギリス戦車も開発頑張らないといけませんな。お、無駄話してる間にナイススポットですな。さあさあ、砲塔カチカチマンの底力を見せてやろう。ぬ、消えちゃったか。お、こいつ撃てそうですな。ふふふ、どうだ、砲塔だけ出しておけば、ギアトップのこの戦場では怖いものはないのだ。しかも天敵である自走砲もいない、いい戦場ですな。お、なんかおる、足、側面を晒してしまいましたか。さあさあ、そろそろ弾も入るし、のぞきつつ撃っていきましょう。やはりこの車両に乗っていて楽しいのは、ガンガン弾いてくれるところですな。もちろん砲塔正面に限られますし、格上にはそれでも抜かれることもありますので、注意が必要ですが。よしよし、この調子で、ガンガンやっていきましょう。お、うまいこと撃てそう。近くも取れるし、ほんといい車両ですね。まあ足が遅いので、配置をミスると全く稼げないことも多々ありますが。お、M6 が撃ってくれとばかりに出てきましたね。ぬぅ、ミリ残りでとどめがなかなか取れませんな。ちょっとキルも欲しいので、減ってるやつを優先で狙ってみますかね。お、さっきの M6 いけそうですな。よしよし。次は手前の駆逐を狙いますかな。まあただリロード時間かかるので、ダメージを取るかキルを取るかで戦果も変わってきます。どっちを選ぶかにも注意が必要ではありますね。よし、まだまだ敵もいますし、弾が入り次第打ちに出る流れでいいでしょう。さあさあ次はどれにしようかな。お、横向いてるな。は？機装パンサーの砲塔ってそんな硬いの？とりあえず、違うやつ狙うか。おし、あのティガーだな。ああ、無駄弾撃ってしもた。ま、まだ大丈夫だ。敵もまだおる。ダメージ稼ぎに切り替えていこう。お、次はヘルケですかな。ぬは、しまった。重くそいも掘りしてもうた。こうなったら、的の大きいの狙いましょう。よし、おいだな。はぁ、くっそー。満身戦とか禁断詰めとけよかったパティーニャで、これ。今の数発でだいぶロスしましたね。ちゃんと狙わないとなー。よし、車体を。よしよし。最初からこうすべきでしたね。ちょっと調子乗ってました。しかし、もう敵もいなくなっちゃった。最後いけるか？ダメでしたか。まあこちらが優勢ですし、中央に流れてみ、お、撃てそうだな。ぜ、全然ダメダメですね。さてここからは、早送りと思いましたが、うまくいかないので全カットでございます。思いっきりすっ飛びましたが、M バッジと、大口径、鋼鉄の壁をいただくことができました。よだめは3542。途中のミスが響きましたね。しかし、まさかこの戦果で M バッジがもらえるとは、思ってもいませんでした。ただ、ウエストフィールドなどヘビーが多く当たり、稜線がある戦場では活躍できる車両だと思います。今回も、最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。また次回も、よろしくお願いします。